昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。はい、1日目よろしくお願いします。占い使用します。9番さん、乱白。9番さん、乱白です。よろしくお願いします。そうですね、進行論としましては、占いですね。占いが、平和っていうのはあんまり強いんだとあんまり実際ないんで、西洋場面になったらグレーなんで、で、霊能が2出てきた場合は、霊能から釣り切り、で、騎士がもし2人出てくるような場面があったら、クロス越えの提案をして、安定進行が私は好きというところを開示しておきます。で、1名のこの日なんで、まだ何もわからないんで、雑な振りとかも好きじゃないですし、そうですね。思考回避としましては、この安定進行が好きというところで、全員行って、2周目しっかりと高度を落としていって、村人の勝利に、導いていこうかと、考えております。では、7番さんよろしくお願い申し上げます。7番のプレイヤーが発言します。はい。さっきまで青ちゃんと解いてました7番です。まあ、そうですね。6番さんから占いしようということで。まあ、正直ね。はい。まあ、対抗出てくるのか知りませんけど、まあ、なんとも言いません。ただ、安定が大好きということは分かりました。はい。そうですね。まあ、自分は、まあ、自分でこういう言葉出たらちょっと釣りたいなっていう言葉が何個かありますね。まあ、それは言ったら、ジンが言わなくなっちゃうので言いませんけど、それ言ったら結構釣り位置に上がっちゃいます。だからまあそうですね、その言葉言ったらその言葉を理由にして釣る感を釣りたいなって思ってますね、いつも。あと、まあ、別に全員に触れる必要はないんじゃないかなと思います。自分が思ったなんか怪しいとか変だなとか思ったところに触れたりするのがベストだと思います。そこに時間を使ってくれる方がまあ自分的にはいいかなと。無駄に全員触るよりはそっちの方がいいかなって思っています。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、占い師ね、4番白です。4番白、まあ6はね、初っ端に出てきたんで、でまあ白打って狼相方じゃない、あのご主人を囲いたいっていう感じもして、まあ6の強靭もあるかなと思うけど、まあ分からんそこは。はい、まあ4白です。7番はね、まあ進行論でなんかこれ言ったらあのタブ、7番さん自身のタブワードみたいなのがあるみたいに言ってましたけど、まあそれは何かっていう必要はないけど、それってでもさ、なんかまあ後出しじゃんけんじゃないかなと思うけどね。まあ一周聞いた上で7番さんで、いやこれでした、僕が怪しいと思うワードはこれでっていうのはなんか後出しじゃんけんかなと思うけど、7番さんに関してはまあ必要、言う必要はないよ、一周目でね。そういうそのワードはこれなんですけど、これを言ったワードは、言った人は怪しく思うっていうのは言う必要ないかなと思うけど、なんか後出しちゃうかなって思ってます。6は分からん。はい。9番のプレイヤーが発言します。あ、鼓膜破れてる。はい、9番です。霊能です、霊能。はい、占いも2倍出てるんでね。はい、人外視点もう透けてるってもう出ちゃいますね。はい。ああ、そうだな。まあ8番円の7番円のそこの指摘は良かったんだけど、7番についてはですね、そこで、じゃあ2周目で、7番が、その、まあ、多分、その1人、なんだろうな、その、周りパーッと増えるんじゃなくて、まあ、おそらく少ない人に対して、まあ、濃い考察してくれるんじゃないかと、まあ、そう期待してますね。はい。できなかったら、ちょっと怪しく見ますね、7番さん。はい。8番は6番ですよ、強靭っぽいと言っていたが、6番って多分安定進行を望んでいたと思いますね。はい、じゃあそこは拾わなかったのか、あと8番には大したの持ってるかな。はい、あと8番って棋士にあんまりね、俺占いでここで、まあ、役についてくれなかったらって信も落とすわけじゃないけど、棋士に対する気になかったのかって思ってる。1番のプレイヤーが発言します。はい、現状グレーン7番さんだけなんだけど、7番さんあんまり王冠っぽくないかなって思った。その理由なんだけど、このワード言ったら多分自分人外でいますみたいな発言って狼ならあんまり言いそうにないから、あんまり7番さん狼ないかなって思った。で、9番さんなんだけど、いやそこ出る必要あった、1周目で。あの9番さんって白もらって出てるから対抗って結構出ないよ。だから対抗出した方が絶対メリットはあったと思うんで、9番さんも結構怪しいんで、もしかしたら
6級人狼もあるんじゃないかなと現状思ってるよ。そういう視点で俺はしっかり精査しようかなと思う。6番さんってその位置だったら全然2周目に出てもよかったんじゃない？その辺6番さん2周目に言ってほしい。2周目で3しようとか狙ってもよかったんじゃない？現状6級人狼とかあるんじゃないかなって思ってます。2番のプレイヤーが発言します。ありがとうございます。並びと陣営です。7番さんに対する精査なんだけど、まあ全く8番さんと一緒かな。言わないのは確かにムラリが、まあムラリがあるって言ったらあれだけど、確かにね、そういう進行もありだなって思ったけど、でも8番さん言ってた後出しじゃんけんっていうのは確かにそうだなって思った。別に7番さんの色は落ちておりません。1番さんに関して、1番さんに関しては、まだ進路を追うの早いんじゃないかなって思ってるけどね。進路を追わせたいのかなっていう風にも見えたかな。なんかな、そんなに潜伏が気にならなかったかな。俺気になったのは6、8のやつで8番さんかなって思ったけど、ね、潜伏しなかったのなんでだろうって思ったのは、8番さんが占い師であれば、本物の占い師であれば、片白から、あ、違う、狂人から、例えば6が狼で、もう誰かが狂人だとしたら、8番白打ってもらったら、確定で6番連れて、逆だとしても、そっちの方破綻するじゃん。3番のプレイヤーが発言します。ちょっとごめんなさい、理解が追いつかなかった最後の。そうですね、まあ、グレーについては精査聞いていきますが、9番さんの出方だよね。まあ、1番さんと似てるんだけど、9番さんが言った人外透けてると思うから出ました。占い師2人出て、もう人外何が透けてんのかよく分かんなかったんだけど、それよか出て9番さんが白回ってる状態で出て対抗出にくくするとかで占い3仕様の可能性あるとかいう意味を、まあなんだろうね、言わなくてもいいけど2周目とかに言えばよかったけど、ただ出てきた理由がちょっと気に食わんかったってぐらいですかね。はい、そういった部分で、まあ1番さんとは理由は違うけども、潜伏に対する、はい、9番さんはなんでって思いました。時間がこんなにしつかなかった。はい、2番さんは進路を忘れてっていうか、まあ、はあ、3番、6番さん、3番さんちょっとあんまり白くねえなこれ。はい、9番の処遇については2周目でいいと思ってるんで、1さんがそこまでなんか9番に対して精査入れる必要はないと思います。1周目には単純にでも6、8どっちも偽っぽいなと思ってて、6視点でなんか占い師自称しているのか変わらず、占い師自称したよね、占い師自称しているのか変わらず、6番の話している内容が占いに CO だったりとかっていう話が出てきて、平和とかなんか多視点の話してるなって思った。8番に関しては7番が後出しじゃんけんだよって言いつつ、いっぱい殴ってるのに8番に7番に対して全く色を落とす気がなかったんで、どっちも偽っぽいなと。でなおかつ2番に対して8番を殴ってる構図っておかしくて、その2周目に潜伏の話を出すんだったら、潜伏出して2周目に出るんだったら、それ6番にも同様に言えることだから、2番って8番殴りだけじゃなくて6番殴りもしないといけないのに、2番は8番にしか殴ってなかった構図があまりにも不自然だなと思ってるんで、現状2番が黒いです。1番と3番に関して、9番の処遇に関しては2周目にどういう風な盤面になるかで決まるんじゃないですか。以上。5番のプレイヤーが発言します。まあ4が白いなって率直な意見かなと思っていて、2番に関しては8番に殴り入れたんだけど、8番目線って6番がそもそも対抗出てきてるから、8番に潜伏を要求する意味って何なんですかねって単純に思ったんですけど、その8番殴りが分かんないし、4番が言った通りそれだったら6番にも言えることじゃないと思うので、2番に関してなんで8番にだけ突っ込んでんだろうと思いました。そうですね、まあ1番の言ってる論は分かるっちゃ分かるけど、まあ、9番が白を打たれて段階で1周目で出ない方が、まあ、陣外出した方が強いっていう1番の理論は分かるっちゃ分かるんだけど、まあ代行出てきてからの精査でいいんじゃないと思ってるから、まあ一角すれば一角したらまあいいんじゃないと思ってるし、7に関しては正直わかんないです。色は落ちてないと思っていて、1番の7番の白弾きが早いなと思ったから、単純に。そこは気になったぐらいかな。3番に関しては特に要素が落ちてない。狼つけた5だ。6番のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いします。50秒までに、OK。OK。3しようね。霊能さんは一角でいいんですかね。となりますと、占い続きになるのかなというところで、
で、三中央は強いと言われてはいますけど、私から見るともう本当に、8-1 でというところがあるんで、8番さん今日釣ってくださいというところでございまして、で、まあ、4番さん、ライン切りもしてますし、で、5番さん、松さん側が4番さん。例の出ない、まあ、あれの出てるのか。うん、はいるんですけども、広く見せるのが手でもあるんで、というところで、まあ、8番さんが、人材はまあ、間違いないかなというところで、うん、占いをしていくというところで、で、あとは1番、6番、セーターでも、私も最終日はもう、あの、用がなければ、ね、仕事終わればね、そのまでは、あの、ちゃんと、占いを。7番のプレイヤーが発言します。はい、これ3、1番目ですね。把握しました。そうですね。まあ、1周目の時点で3番さんがちょっと変だなって感じました。理由としては9番さんにベタベタ触れすぎ、あの場面で1人しか出てないのにベタベタしてるなと思って2番さん進路指導んもうこれもなんかちょっとんなんか中途半端な発言だなと思いましたね。でそこに白を出した1番さんでも強人目はないのかなと思います。3人目ということで強人が出たら釣られに来てるなんかもう辛いには来ないと思うんですよね。なので1番さんは進路打ちでそうなると6、8っていう精査になるんですけど、6、8、まあ8番さんの8と2の後出しじゃんけんって不当じゃないですか結構。いや別に ごめんなさい、少しして落ちてました。その、ちょっと不当かなって自分的には感じました。いや、別に先に言ったら逆に意味がないじゃないですかって、単純に思いません。ってなると、そこを立ててきた8番さんっていうのは、ちょっと不当かなって思ったんですよね、1周目。まあ、なので、1番さん、進路1と置くと、うん、で、6、8で行くと、まあ、8の方が変かなって思ったので、あと、うん、まあそうかな。だから、8、1が、進路1の6強かなってなってるので、まあ、この8、1を精査して、ローメがちょっと分かりにくかったら6いくかもしれませんが、今のところ8、1が進路1だと思っているので、これのどっちか、まあ、ローメのある方、どっちが釣っていきたいと思います。8番のプレイヤーが発言します。6強の1オオカミかなって思ってます。1オオカミで相方は、まあ、2、3、5。まあ、7、どこかなって感じなんでしょうけど。1オオカミだと思いますよ。ロスバンさんってなんか釣られに行ってんなと思ってます、発言的にね。ちょっと2周目聞いたけど、ちょっと分かんなかったです。はい、1で釣ってほしいな。1で黒落ちると思ってます。で、2番さんが、4番さんかな。4番さん、僕、白なんですけど、4番さんがね。4番さん、強人かなと思ったけど、進路は追ってないよ。6番、強人っぽいし。4番さんに問いかけるよ。これ4番さんに訴えかけるんやけど、なんけ、7、なんかな、違うな。2番さんか。2番さんが、2番さんは、1番さんに対して言ったんや。俺に対してじゃなくて、2番さんが8番さんだけを殴る構図がわからないって言うけど、2番さんは1番さんを殴ったんですよ。9番さんは潜伏でよかったやない。なんなら6番さんも潜伏でよかったやないって言うんやったら、2番さんは、それは8番さんが潜伏でも私はいいと思うよって引き合いで僕を出したよね、2番さんっていうのは。ただ、その引き合いで僕を出しただけで、2番さんって僕を殴りに行ったわけじゃなくて、1番に対して言ってたんですよ、それは。なんか聞き間違ってんなと思ったけど、4番さん。まあ、愛曲しとんかな、強人かなと思ったけど、まあ、進路は追ってないんで、6強人っぽいし。4に問いかけるよ。今日は1に行って。1の狼は落ちると思う。1狼ね。わからん、その他は。とりあえず1行って。9番のプレイヤーが発言します。はい、結果論から言います。今日8取りでいいかってます。はい、8番がそこまで4番に、なんだろう、フォーカスする理由が全く不明だと思ってます。はい。まあ、1番は進路1で間違いないと思ってる。1番の思考を変えるならば、1番強人であるならば、俺と対抗出る方が見るってあると高いと思ってます。はい。うん、まあ、8番に言うけど、4番っていうのは、その2番が、8番潜伏でいいんじゃない、それだって言ってるんだけど、それだったら、6、8どっちも潜伏してするべきだろっていう視点だから、2番が8番にだけフォーカス向けるのおかしいって4番は言ってるんですね。はい、で、7番もおかしいと思ってる。7番が、その1番を進路位置、8番も同じく進路位置で置いてます。はい、
かな。はい。4番の6番叩きはちょっと分かんなかったけど、うん。ていうか、俺6番が何言ってるか分かんなかったからね。ちょっと分かんなかったら6番釣りでもいいかなと思ったけど、今の発言聞く限り8番でいいかなと思ってますね。はい。かな。うん。これね、3番が便乗してたら1、3もあるかと思ったけど、この3、1番面で1番ロード軸で考えた場合、3番書くのは考えづらいなと思ってますかね。はい。それぐらいかな。うん、とりあえず今日は俺8番でいいかなと思ってます。はい、以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、対抗2人出てるのに潜伏した理由なんだけど、スライドさせないため。現状、9番さんって結構2戦目に追われると思うよ。1周目から出てきてるから。で、あの時点で自分が出たとするよ。出たとしたら、占い3仕様になったんで、6と8がどっちか逃げて、しかも9番さんから釣ってレイロラに行くよりは、霊能確定させる動きした方がいいと思ってんで潜伏した。しかも、もしかしたらもう一人出る可能性もあったからね、後半1から。占い4仕様もなるんで、占い狼狼も少なからずあるからね。そういう意味でも潜伏してました。どうだろう。俺ね、狼値も大体分かってんだけど、あえて言わない。その理由で多分俺噛まれると思うんだよね。で、俺噛まれた時に占って結果白の時、自分が疑ったとこ占い値だから、うならいされると思って、噛んだんじゃないかって言って、その人疑われると悪いんで、俺はあえて言わない。多分もう今日、霊能者が初釣りってなってるんで、8は釣られると思う。俺、現状、まあ、白1だけは言っとくわ。白1、7番さん、やっぱり7番さんは、このワード言った人は自分狼で追うっていうのがあんまり狼で言いそうにないから、俺7だけは結構弾けるかなと思っとく。それだけは考察残して、疑ってるとこは、明日生きてたら占いで示すね。いやもう例の8番行くって言うんで8番行きます。2番のプレイヤーが発言します。例の8番行くから8番行きますじゃなくて、私は1番さんが結構2攻めかなって普通に思っていますよ。1番さんって新占い師なんでしょ。新占い師なのに例の占い2枚出てて新郎新郎追ったの。初日新郎新郎あるかなこれって言ったの。誰もそこ突っ込まないのかなと思って、なんでだろうなって思ってたんだけど、結構2攻め高いと思います、私は。なぜ新郎新郎を追ったのか、って感じですかね。8番さん、8番さん、6番さん、6番さん。あなたたちも別に芯が高いわけじゃありません。8番さんごめんね。かばってくれたのはありがたいんだけど、俺はただ単に8番さんにしか殴ってなかった。正直に言います。8番さんにしか殴っていませんでした。4番さんに指摘されて、あ、確かに6番さんもそうだなと思ったから、あ、そうだな、それもあるなと思って、そりゃ黒塗りされるわと思ったよ、俺は。思った。普通に思った。八幡さん、かまってくれたの悪いんだけど、村目線ね、多分普通に俺が8しか殴ってないように見えてるから、八幡さんの視点って結構おかしいよねっていうふうに思える。ただ、六幡さんの発言でも真っていう要素は取れないから、悪い意味でフラット、一幡さんの、その、新郎新郎追ったところが一番わからなかったから、一幡さん釣りたいです。1番さんが狼で考えたときって、片白、狂人が囲われてるとは思わないから、狂人で囲えてるとは思えないから、カングレにいるんじゃないかなって思ってるから、ごめん、ここ本当に盤面しかなんないんだけど、発言じゃないから、俺は、今の考察は。5番になっちゃうんじゃない ?5 番にな、5番7番になるんだよね。どっちかにいるんじゃないかなっては正直思っている。ごめんなさい、盤面で。3番。のプレイヤーが発言します。はい、ごめんけど俺6の芯は切ってるんだよ。6番さん何言ってるか分かんないし、3仕様でなぜ8に行ったのかは分からへん。1って出て、まあ確実に新郎で、あ、6番さん目線だと郎に見えるかだと思うんだけどね。単純考察で申し訳ないけど、はい。 あと2番さんに言っとくと、なんで新郎追ったんだって言うけど、一人グレーに潜伏レーノがいたら成立するよ。それだけです。はい、解決。はい。そんなもんですけども。8番さん、いや、俺、はっきり言って1が真に見えてるからね。発言でも。はい、発言でしかないか。8番さんってなんでそんな自分のさ、白に訴えかけるんだったらさ、便乗、8番さん目線便乗に見える5番さんは、ノータッチじゃん。
4が白いなって言ってたんだよ、5番さん。8番さん、ここ強靭だと思う言ってたのに、ここ白いな言ってる人、ノータッチ。はい。それいかにって感じだけど。あ、2番さんが何なのかっていうのはわからんけども、そんな率先して1釣りたい理由がわからん。6の発言で芯見えた ?8 の発言で芯見えたはてな、なんだけど。正直、まあ、レノンさんにまた突っかかるようではあるけど、まあ、どこ釣るってのは言ってほしくなかった。1番さんで唯一気になったのは、レノンが言ってるから8行くっていうのは、唯一そこだけはちょっと自分の意見で、どうか言ってほしかったけども、正直6の芯切ってんだよ、俺。6の芯だけは切ってんだよ。4番のプレイヤーが発言します。これ言いたくねえけど、6、8釣り切りますね。一番の、その、なんていうかな、進化、偽かは、6、8釣り切った後に考えますね。ただ、これ言うと噛まれちゃうんだよな、1が。6、8、芯ないですよ。2番視点で、6、8、1と比べて、1番が1番芯ないっていうのが明らかにおかしいですよ。8番でやらないといけない行動って、8番視点で4番白が出てて、8番は2番のこと白視してるんだよね。その、白視とはやってないけど、8番視点で2番のことをかばってたってことは、8番視点2番が白視されるんだから、8番視点で3、5、7どれかにいるのを話さないといけない。6番、あ、9番多い中言ってたよね。ごめん、4番のは理解できなかったって。だから6、普通にね、例えば俺が。振動が身分の開示を選択しました。占い師の方は、夜のアクション。え?私が悪人ですって?俺5だと思うんだよね。これ言っちゃうと俺噛まれるし。占った対象は人狼では。あ、白か。マジか。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番のプレイヤーが発言します。まあ8番は普通に偽かなと思ってたけど、占い結果貼ってください。3しろ、いや初日かそれ。占い結果はあれ貼らないですか。まあ6釣りますよ、6釣りますよ。6は俺占いな、俺占いな、マジかよ。俺占いはないっすよ。1番さん目線って7番が白いって言うんだけど、その理論が全く分かんないっすね。7番が人外でそれ言ってる可能性もあるから、それはロックしすぎだなって思ってますよ。 2番占いが正当じゃないと思ってるけど、たくまさん目線ってなんで俺占いなんと思ったけど、2番って明らかにおかしいと思ってるけどな。あの発言で8番が真に見える構成がわかんないし、1番が偽だったら2番目線って3番にフォーカス向かないとおかしいから、2番7番どっちかにおか見ると思う。6から釣ります。1進行できます。6番のプレイヤーが発言します。あ、2日目よろしくお願いします。何これ、あと開示したから投票できないってこと。そうですね、うん、びっくりしちゃってっていうところありましたね。4まで占った結果は、そうですね、なんていうかね、うん、正しいようで、もうなんか見えてないようなところがありましたんで、4番占って、黒落ちればっていうところだったんですね。で、私が思ってるのは、一旦のラインが見えてきたなと。初日は切ってきたけど、で、2番さんは正反対なんですよ。っていうところが見えてきてて、で、8番強人に噛まれたねってところで、一旦ローローだと思っています。で、4強だと、うん、なんだろうな、4で、ローロー強だと思って、打って、4が白だったんで、一旦かなというところがあって、次は、まあ、のことを占う。7番のプレイヤーが発言します。いや、もう5番さんと6番さん言ってることがもうエグいっすよ。地神ですよ、開示。地神じゃないな、開示か。自分で死んだんですよ。何ですかその5番さんも8偽だと思う、6番さんも何だっけ1、3みたいな。いやもう視点エグいっすよさ、6番さん。まあさっき言った通り、8、1は進路、6は強靭の位置で見てたので、まあはい、6つって強靭落ちると思ってます、自分自身。はい。んで、もう5番さんの発言ちょっと変
てか、まあ、2番さんのその指摘、マジで良かったと思います。自分が言ってほしくないワード、その1、真になった、なんか1枚になった、霊能にお任せします。これ1番さんから出てしまったんですよね。ああ、これ、うわーってなった、なりました。なので、その時は6投票しようと思ってたんですけど、っていうところから2番さんの指摘、もう自分と目線が合うんだ、ああ、もうありがたい、感謝、感謝っていう感じでした、本当に。まあそこだけですけど、まあ正直そこはおおってなったんですけど、あとは言ってることようわからんなって思いました、2番さんに関して。で、まあはい、まあ一心信仰でいいんじゃないですかね、普通に。6番さんはもう言ってることごちゃごちゃですし、それ死んだったらもうやばいっすよって思いました。まあ、で、まあ残り1陣外、うん。で、1を死んで決めつと3、5なので、2陣外、はい、2ですね。はい、6つ、あ、2、2言ってもいいんじゃないですか、これ。6? 2? 安定なら 6? あ、安定?安定じゃない。安定?どっち?これ。どし、6? 9番のプレイヤーが発言します。いや、ちょっと、なんだろう。7番が村なら面白いなと思った。7番視点って6強靭で置くならもう2番確定黒だから。2番一緒に言ってる面白いと思った。なんだっけ、まあ、6番シーンはないと思って、6番シーン地点で3番を黒く置いてるんなら3番振らうべきだし、4番って8番を信じてる人物だから4番振らない理由がマジで不明だ。1番がもうなんで5番振らったんだろうと思ったけど、まあ、安直に8も見えたけどなと思ったけどね、どうだろうねまあ5番はおそらく新ローロケアで、まあ、6釣りと言っているとは思っているけれども、はい、ちょっと7番の発言聞いて、いや俺7番発言聞くまではもう普通に2番釣りでいいからと思ったんだけれども、はい、なんかちょっと7番の発言聞いたらちょっと分かんないわ、ちょっとな、はい、分かんないら今日6番釣りでいいからと思ってます、はい、かな、はい、一応1番の発言ちょっと参考にしたいなと思ってますね、はい、ワンチャンこれ騎士死んでるか、あ、騎士死んでそう、死んでるかもしれないんで、はい、以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、まず昨日自分が思考開示しなかった理由をね、多分俺噛まれた時に怪しんでるとこがもし白だった時にその人って疑われちゃうのよ。実際5番さん疑ってました。その理由をね、まず4番さんその位置で2番さん釣りたいっていう発言をしっかり落としてる。だからヘイトを買っても全然恐れてなかったね、4番さんって。逆に5番さんって最終発言で誰釣りたいって一切言わなかったので、絶対これヘイトを買いたくない狼だと思ってた。なんで、それ言っちゃうと多分俺噛まれると思った。まあけど逆に白であっても噛まれる可能性あったからね。俺噛まれたらこれ5番さんって占い位置だから噛まれたんだっていう考察残すよね、みんな。だから俺はもうあえて言わなかった。霊能者が8行くって言ってたしね。で、俺は自爆した意図なんだけど、これは6、8人狼も十分あると思う。その理由って、なぜ自分2番さん占い しなかったっていうと、2番さんが猛烈に1叩いたら2って怪しまれ1に入るし、自分の占い1に入るのよ。だから強人占い一番悪いんでも2は除外して約5占ったね。うん、6番さんでいいよ。多分2だと俺は思うけど、今日は6番さん行きましょう。2番のプレイヤーが発言します。ちょっとなんで俺になるんだよ。6番さん行くん、あ、6番さん行くのか。あ、いや6番さん行こう。6番さん行って終わんなかったら、あ、1が俺に狂ってきそうで怖い。うわ怖いな、怖いなこれ怖いななにこれ、もう、って感じだね。じゃあ、6番さん行く ?1 信じて。ローラーかけるクロストでもいいかなって思ったんだけど、8の自爆の意味がよくわからないから。そう、6番さんな。1、3、ローローで追うしな。7番さん、1信進行で2、白いしな。もう、狼8番で終わってんじゃないの、もうこの村。6番行きまーす。3番のプレイヤーが発言します。6って行く必要あんのかなって俺正直思っちゃうんだけど、6、8だけは見れないんだよな。
ないと思うんだけど、68あるか、それをケアして6行くってこと？6の芯切ってるから、とりあえず6行こうかってこと？だからあるよ。それある？ 1 の芯見るんだったら27ローラーしといた方がいいんじゃない？あ、3の芯見るならね。ね、誰も6芯追ってないなら、この状況、3五角白になって、27ローラーできるんじゃないの？ 2 番さんとか、おかしいか？新ローラーをケアするなら、こういった発言してるローラーが強靭に見えるとかで、よっぽど難しいけどな、とりあえず2番さん落としておきたいんだけど、7番さんがそう言わなかった木場さんの言う通りだったけど、それはわかる。いや、これ言うと3の人狼が終わるんよ。正直5番さんのね、俺目線で言うと5番さんの俺俺だったんだっていう発言が強靭じゃないんだよ。だから別に 俺目線は27ローラー全然いけるんだよ。終わんなかったら、あ、でも6の芯とか考えなきゃいけないのか。あ、それはないか。終わってほしいんだけど、27ローラーしてるうちに終わんないかなって思ってんだけど。3の強じゃありそうな自爆の意図。なんで1番さん6って言ったんだろう。いやだ、6の芯とか考えたくない。葛藤してるわ。2。全プレイヤーの発言がし、若者よ。いや、結局俺の芯決め打ちなら薬でいいんよね。俺噛まれても、できるやろ、三五四郎気だから。ロラできるから。372か。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、6番の遺言を発表してください。やっぱ2か。はい、そうですね、それは違いましたけども、そうですね、まあ、無念ですというところですね。うん、なんだろうな、そう、一番じゃないかな、あ、ごめんなさい、そう、8番が狼なんですよ。だから一番で囲ってんじゃないかなと思ってて、うん。だから一番釣り切りで終わると思ってんですよ。うん。もう私、占えないし、キーワーさん噛まれんでしょ？うん。キーさん、いなか、いないでしょ？うん、山田が来ちゃったらあれだけど、なんかね、プツンプツン切れて、あの、他の仕様とか分かんなかったんだけど、うん、1、3、8で終わりなんですよ。うん。ダークさんも投票してますし、っていうとこで、うん。性能、じゃない、ごめんなさい、占い、釣り切りで終わりますよ。夜が更けました。人狼に気をつけ、占い師の方は、私はただの石。なんかね、ああいう発言しないと思うけどね。占った対象は人狼ではありません。にしろだ。俺の白置き。俺の白置き。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。そうなの？ごめんね。ごめんね。うん。じゃあ7いけるね。いけるよね。7いって、あ、終わんなかったら最悪 PP があんのか。1ローっていう。ただ2が騎士ならもう、俺目線、5の木を追ってないから、7いけるのか。ええ。いいんだよね。6の芯追いたくない。未だに思ってるけど。そうだよね。5が強だったら、まあ、しゃあないわって思うけど、18ローロー、それは追えないなって思うんだけどな。安定は1。あん、ちょっと待って。ちょっと待って。もし仮に5の強とか追うだったら、安定は1なのか？安定は1。7がローだった場合、6、8、1で強靭が必ず落ちるから、1って追わなかったら7でいいのか。あ、
じゃあ7番さん6の神を追い始めるのか、楽しみです。5番のプレイヤーが発言します。7つるよ。7なんか土着そ黒いからね。7視点で、1番が真だと思ってるのに、俺に対して矛先向ける必要がないと思ってるし、7目線で2番に対していい要素を拾ったのに、2番に対して最終的に矛先を持っていったでしょ。それって明らかにおかしいんですよ。じゃあ7番目線で1番が偽になる発言をしなきゃいけないのに、1番が真って言って最終的に4号は白1っていう発言をし、じゃあ3号は白1っていう発言をしてるから、もう発言が矛盾しまくってるんですよね。で、俺に対しての黒要素が上げれてないと思っていて、俺って8番が開示したら、あ、豪華みだっていう指摘当たり前だろうと思ったんだけど、それが人格要素にならねえし、まず。7番はどちゃくそ黒いっすよ。たくまさんに言っとくけど。白要素なんかないっすよ。はい。今日7つ言いますよ。1行2番狼とかまず見えないっすね。2番って昨日の段階下で、多分ほぼ1を噛めないと勝てないと思いますね。あ、1を噛んだところで勝てないですね。1噛んだとって勝てないですね。はい。もう7いきますよ。めんどくさいんで。俺1いっても絶対7いきますからね。はい。言っときます。今日7いきます。以上。7番のプレイヤーが発言します。はい。明日は、6時に起きて7時半から部活と。で、そして10時50分から補習の授業があります。高校生です。はい、まあもうこれは仕方ない場面なので、まあこの喋り終わったら死にますね、自爆します。まあもう8が自画面した時点でも何やってんやこいつ、賞味6釣れたよって思いました。8番はもう接続切れてるし、もう意味わからん、こいつと一緒にやりたくないなと思いました。はい、ですね、これあかんやろ、8番さん。8番が自爆せんかったらまだ6釣り取ったのにって思ってた。うん、そうやな、そうだな。2白落ちしたって言うけど、さっきその、前日の段階ではって言ってなかったかな、言ってたかな、それはわかんないけど。あと、iPhone でやってるんだけど、さっき、こう、音量とかしようとしたら、下のボタンにも触れちゃって、思いっきりスクショしちゃって落ちました。ちょっとこれはいじめです、この場面。さよなら。9番のプレイヤー、人狼がゲーム終了。村人陣営の勝利、ありがとうございました。これ2番さん、自分の結果見てからでもよかったやない、CCO は。あれ、結果の後じゃなかったっけか。いや違う、あれ俺がニクラ打つ可能性あったよ。え、そうそう、に嘘、あれ嘘、マジでごめんなさい。あれ、俺結果見てからだったような気がするんだけど、あれ違かったっけか。いや、俺の方が後だった。あら、そうか。そしたら俺が悪いっす。じゃあ、普通に俺黒くなりに行った騎士じゃなくて、普通に黒かった騎士です。ごめんなさい。まあ、2周目に出たからでしょ。2周目に出たから2周おったんでしょ。本当にマジで。いや、マジで。8番さんの呪縛したから、申し訳ないけど、6のシーンもちらついてた。すいません。いや、興味8が悪い、普通に。ハチがなんで自爆した意味は。いや、俺自爆したの振動論あるかなと思った。あと2番さんの共鳴が高かった。3番さんもちょっと強臭かったよね。1周目なんか黒かったから。もう絶対6釣れたし、くっそ腹立った。いや、5番に共鳴なんて100番ないと思うけどな。だって5も共はないわな。6番釣れた。ん、あ、俺3の進行でも全然良かったよ。7に、まあ7から出たけど、やだ、それで良かったよ。マジで危ねえ、本当に3番さん、マジで。俺切腹したんさ。いや、というか、なんか俺2番って、なんかあそこ、すでに騎士使用しても良かった気がするけどな、その。だって、占い3信用で、めちゃくちゃ黒、ドス黒いからさ、俺も自分で持ってたからさ。絶対噛まれねえやこれと思って潜伏してたんだ。いつもだったら出るんだよ、もう。あ、やばいやばいっつって。あれ、あとさ、やばいやばいっつって出るんだよ俺。まあ9番さん考え方の違いかもしれないけど、9番さん俺2周目の方がいいと思う。あれ多分強靭出ないんじゃないかな。もし6番さんもう占い出たけど、6が占い師で8狼で9番さん死んでると多分強靭結構ニートしやすくなっちゃうよ、あれ。いや、というか、その、なんだろう、6と8で出てて、あんまり信用すると感じる人いないから、こ
これ教授もすでに出てんじゃないかと思っちゃったからだからともちょっと思っちゃって。そういうことね。あれ教えてほしいんだよね、今後のために。あの、一番さんが言っていた、あの、進路を追っていて、一番さん死んだったじゃん。っていうかさ、うん、俺、今だから言うけどさ、あなた、占い師買ったね。うん、そうそう、だって買ったマーク出てる。で、俺、6級も実際売ってた。6級も売ってたよ。だって出る必要がないからね、あそこ。もうだって、一番絶対買うもん、占い。6級追ってて7スラってこと。あ、7じゃなくて8スラ。いや、もうね、だって、6、9番さんオッカミなら出た方が狂人2としてくれって、狂人目線わかるから。3番さん、狂ムーブすぎませんか。いや、俺ね、7に釣って終わんなかったら狂人仕様用意してたんですよ。もう3番、狂人すぎて、何してんのかなと思って。村で。うん、俺、あれはあの3番さんに言われたあの1番さんが進路を追っていておかしいなって言ったのに、3番さんがカングレに霊能がいたら成り立つよって言った論は通らないってこと。いや、よく分かんなかったんだよね。お、本当に分かんなかったんだよ俺。いや、まずね、まず、まあ、9番さんが人狼だったって、今回進路だったけど人狼だったとするよ、6級でね。で、6級人狼で狂人が2とした時って、狂人目線ってもしかしたら6級進路あるかなと思って、進路やってきてるかなと思って、狂人って結構ニートするんよね。進路結構強いから。グレーに狼いらないから。そうか、そういうことか。それは分かった。1番さんが言ってるのことは分かりましたと。3番さんは？え？進路追ったのがおかしいって言ってたんですよね、2番さん。言ってて、3番さんがカングレに霊能がいるなら成り立つって言った論が分からなかった。言ってたよね、あれ違う？俺の把握漏れかな。一番さんが占い師だったら6、8が人外でしょ。で、あと、うんうん、あの9番さんが偽であれ、あのカングレ、例えば5番さんが霊能だったら全人外。だから初日に6級をロールを追うのもいいんじゃない。あー、うん、あー、そういうことね。あ、そういうことね。あ、なんとなく理解したわ。ああ、そういうことね。うん、あとね、分かった。これ、マジ、進路強いよ。進路、じゃあ、村人同士の殴り合い。うん。もう最近。違うよ。違え、俺、あんまこう言いたくないんだけどさ、一番さんとさ、進路やったとき勝ったもんね。ああ、そうだったっけ。まあ、結構強いよね、進路。だからその場面が、ね。強いね。狂人と合わなかったらバッティングしちゃうからね。狂人と相性合わないとダメだけど。ね、あ、狂人出てきたら来たで、全人会ロスだし、楽しいんじゃない。まあ、それはそれで面白いと思いますよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。した皆さん、まだ続けますか？明日は。人狼殺のライブ配信、毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。